グランツーリスモセブンでは2024年の8月10日の深夜からワールドシリーズですね、が始まりますね。大会です、大会。それに合わせてですね、ゲーム機本体からは予想キャンペーンやっております。ネーションズカップとマンファクチャラーズカップという大会が2つ開催されるんですけどね。優勝者を予想したら、で、的中したら1億クレジットずつ獲得できるというキャンペーンですね。キャンペーンやってますね。大会が2つあるというか、レース枠が2つあるって感じですね。はい。それぞれ、そのレースでどなたが勝つか予想して的中させることができれば、ゲーム内でもらえるクレジットが1つ的中させたら1億クレジット、もう1つ的中させたらもう1億クレジット、それぞれもらえます。はい、キャンペーンについては前の動画でお知らせしてるので、ぜひそちらも見てください。うん、どういうことかっていうのがよくわかります。はい、もらえるキャンペーンもある。もう一個キャンペーンがありまして、それはワールド大会、グランツーリスモワールドシリーズが始まりましたら、ゲームのもう一つのバナーがありましてね、はい、そこから放送を見てくださいというものでした。そしたら車くれますよ。放送を見るだけで確実にもらえるっていうやつ、うん。こっちは予想が的中したらもらえるというやつで、決勝開始までに予想しないといけないんですね。うん、そうそう、もうちょっと大会が始まってから予想できませんから。決勝始まるまでだったから、うん、でもそうそう、本当大会始まる前にやっといた方がいいと思うですね。そろそろやりましょう。で、実際私たち予想してみたいと思いますというのが今回の動画の趣旨ですね。これ初めての試みなんですけどね、実際に予想してる、皆様興味あるんでしょうか。私たちの予想を動画でお送りするとか、うん、大会には興味あるんでしょうね、うん、皆様 ね。で、その大会にもっと興味を持ってもらおうっていう試みでございますね。だし、この意見参考にしてもらって入れるもよしですし、それで外しても責任は取れません。はい、予想ですからね、うん、分かりませんから。だからまあ参考にしてもらうもよし、そうそう、私はこれに出たよとかコメントしても OK ですし、とにかく大会で賑わってもらえればね、ましょうと思って感じです。一つの場としてお楽しみください。投票した選手を応援しながら見るの楽しいと思いますので、うん、ぜひやりましょう。さて、今からじゃあポチッとポチッと入れに行きますっていうこともできるんですけども、それじゃあ味気ない情報収集、そうそう、もうめっちゃ集めてきた。ちなみに私前回ラウンド1の予想当てた実績ありです。はい、ちゃんと動画として証拠に残っておりますから、はい、それも気になった方見てください。今回も当てに行こうと思います。当てに行く、ね、ネーションズカップから行きます。この左から、うん、行きますか。これがレース詳細見ますか、うん、まずね、個人戦ですね、うん、で注目の選手とかこう上がってるんで、こちらも参考にするといいかもしれない。そうなんです。ちなみに前回はとかはもう1ヶ月経ちましたからネタバレ OK でしょうし、そうそう、というかバナーから今見れますから、グランツーリスモ書いてますね。そうですラウンド1で見事勝利と、前回は宮園選手が優勝しましたね、うん、という感じでした。そうで、私宮園選手に投票してたんですね、うん、この注目の選手のとこに書かれてて、レッドブル X2019 を相棒と表現するほど知り尽くしているって書かれてて、あ、じゃあもうこの方だろうなと思って、これを参考にして入れた感じですね、私は。ですね、前回でって感じですよね、はい、今回もかななんて思ってるところかな。でレース詳細、今回もこの車で予選タイムトライアルと最後の決勝レースはこれ使うみたいですね、うん、ここで結局ここで誰が勝つかを予想するんですよ。決勝です、うん、ここ中に一つ挟まってましたけど、プリントレースは決勝を走るグリップが決定しますと、順位を走り始めの順位を決定するんです、ね、まあ、これもちょっと重要っちゃ重要かもしれません、うん、これはホンダの RA272 の車でアイガーを走るみたいね、後でもう一回触れるかもしれませんが、今デイリーレースというグランツーリスモのスポーツモードで開催されているレースイベント、はい、これは誰でも参加できるんですけども、その一つがこれになっております。タイムトライアルもこれでやるし、レースも実際にしてるんです。そうなんです、うん、私たちは今ですね、プレイステーションプラスに入ってないんで出れませんけども、レースができる場所なんですね、あれが。こちらのスポーツモードから、 それを元にとかね、いろいろだからね、参考にできる材料、選手今実際走ってましたよ。デイリーレースの
そう C ですね、うん、最近出てないんで報酬分かりませんけど、ね、今皆さん 600% アップですってアップしてるって走りまくるといいかもしれませんね。やってる方はやるといいかもしれませんね、うん、ランキングでガロ選手とかですね1位ですし、まあ、キリアン選手ですね、うん、カラッタ選 手、もう選手ばっかりです、うん、宮園選手、タクアン選手と、まあ、このアントニー選手どうでしたっけ、お名前が把握できてないんですけど、うん、まあこの辺上位陣、うん、コケ選手もいますし、ああセラーノですね、セラーノ選手ねえ、うん、だからこのガロ選手とか、うん、可能性高いと思います。キリア選手ね、だいぶ可能性高いと思います、はい、こういうのも参考にすると、ね、とてもいいと思うんですよね。ねえ、可能性高い選手が集まってると思うんですね、やっぱこの方たちね、うん、で宮園選手5位だから、これこの車でもかなりうまいってことですね、うん、前がキリアン選手スプリントレースで1位だったんですね。そうなんです、めちゃくちゃうまいんです、だから迷いどころです。で、うん、スプリントレースでめちゃくちゃ速くてですね、ちぎり1位でした、うん、だからスプリントレースで1位だったから1位からスタートした、決勝1位からスタートでした。でいろいろもう波乱があって、そうなんです、1位になれなかったんです。多分めっちゃくちゃ悔しい思いされただろうから、うんうん、私はねもう今回もう復讐復讐しに来るんじゃないかなと思ってですね、ありえますね今のところですね、というかもうほぼ決めてるんですよ、はい、キリアン選手に私は入れようと思ってます。ラブリエさんはキリアン選手に、ちなみに前回は私はもうこれ別に予想はですね、もうやってなかったんです、水を差すつもりはないんですけど、別に私関係ねえやと思って、まあ、別に参加しないもありです、ね、はい、入れてなかったんですけど、まあ、っていうか予想屋としての経験は私は薄いっていうのをでもめっちゃ可能性あると思いますね、うん、私迷いますけど、私は今回また宮園選手に入れようかなって思ってますね、うん、アロ選手もいいよね、ですね、ちょっとここに来てさらに、でもタイムトライアルで1位だから1位になれると限らないというのも分かってます。前カイデブランさんがレッドブル2019のタイムトライアルで1位だったんですね、オンラインタイムトライアルというのがありまして、そうですね、そちらもありますね、それで1位だったんです。これラウンド1の大会に合わせて開催されたタイムトライアルですけど、これでカイデブランさん1位、ガロ選手2位とかすごいんですけど、すごいな、もうタイムトライアルぶっちぎりで1位だったんですね、うん、だからカイデブランさんもありやったかもしれんと予想投票してから思ってたんです、ね、から思ったみたいですけど、でもやっぱレースってなると分かんないみたい で、ね、結局宮園選手が1位でカイデブラン選手4位だったかな、レースだったらって感じで分かんないですね、レースになると。今見たところはオンラインタイムトライアルという競技ですけど、これで世界記録の方によってターゲットタイムというのが変わるんですね、私たちも参加できるんですけども、プレイステーションプラスに入ってなくても、うん、世界記録の選手たちもバンバン参加して、特にカイデブラン選手とかキリアン・ドルモン選手、あとはガロ選手、よく見かけバリレオ、ガロ選手あたりはよく走られるんです、はい、めちゃくちゃ速いですから、うん、それによって出さなきゃいけないここのとこのタイムが変わるんですね、ターゲットタイム、はい、だから彼ら出てきて走られますので、非常にいつも厳しいことになっておりますので、ね、マジで世界が速すぎて厳しいです、このイベントは大変なんです、ね、大変なんですけど、報酬が2億クレジットです、これはあの今タイムトライアルいっぱいあるんで、やるといいかもしれませんね。でそんなやれっつられてもどうしていいか分かんないよっていう方は、私たちタイムトライアル解説をしておりますのでね、はい、それも見てぜひとも挑戦してみてください。プレイステーション、うん、プラスという有料のサブスクリプションに入ってなくてもできますこれ、うん、なのでおすすめです。グランツーリスも持っている方なら大体できます、やりましょう、うん、でまあネーションズカップの予想はあらかた決まったわけで、マニファクチャラーもうちょっと見ましょうかね。整理するとモラが宮園選手に入れ、まあ、今の入れようかなと、うん、迷ってるけど、はい、私はキリアン・ドルモン選手に入れようと思ってるっていうことです、はい、そうですね。でマニファクチャラーのレース詳細はここなんです。 GR3 車両でレッドブルリンクを走るんですけども、使用可能タイヤとコンディションのところにご注目ください。これ雨降るだろっていう、そうなんです、雨降る伏線だろって感じ、当日発表って書いてますけどね、
晴れって決まってる時はもう晴れって書いてるんですよ、うん、晴れ固定で、ベーシングソフトとかね書いてるんですよね、晴れとか決まってる、これ雨降る服じゃないかと思ってますねで今開催中のタイムトライアルがこれ雨なんですね、そうウェットコンディションです。これでサムネイルを見ていただくと、このプラハが背景に映ってますけど、大会でここ走るからこれが開催されてる、これ雨降るだろうってことで、それも考慮して予想入れるといいかもしれません。そうなんです。あとはこれ選択性なんですね、車両が車ね、車種にもだいぶよるんじゃないかと。いつもはね課題車種が決まってたりするんですけど、選択性だということを頭に入れておいてください。フェラーリ見て、フェラーリばっかです、やばいんです、458イタリアばっかなんです、うん、つまりフェラーリが有利だということがわかりますね。ちなみに1位の方、三浦30さん、この ID がね、はい、この選手の方でしたね、調べてみたら、うん、マニファクチャラーズと言ってですね、マニファクチャラーズは車メーカーのことですね、フェラーリの方じゃない完全にシボレのこの方ですね、ライアン先生ですね、三浦30、シボレーで走らないんかいっていう、シボレーで練習いや、まあたまたまフェラーリで走ったら1位出ちゃったみたいな感じかもしれないですいい記録がこう記載されちゃう、シボレーで走った中で一番いい記録が記載されますからね、だからこの方今タイムトライアルでは1位です、シボレーで違う車種、そうそう練習 しそうなもんじゃないですか、でも、 もう1位出しとくみたいな、車の相性的にどうやらもう、ね、もうどう考えてもフェラーリがいいみたいな、フェラーリっぽいです。選手の方他にもいらっしゃいましたね、パトリック・ブラザー先生はしかし今回は、あ、今回いらっしゃる、出ない、ね、うん、この3位の方がフェラーリの方です、若手のモハメド選手、モハメド・バディーマ先生か、顔が明らかになってないですけど、実際フェラーリで走ってタイムトライアルも速いという、これめちゃくちゃ強そうですよね。強そうですね。ただ経験はまだ浅いという。あんまりレースを、いやもうしかしね、うん、選手になるまでにレースは何回もやることになる、まあ、もうもちろん経験あるでしょうけど、経験は浅いって言ってもあり、うん、そうそう全然いやもちろんですけどね、うん、ですね、で本当にレース何が起こるか分かんないってあれですけど、さらにここで早くてもですね、何が起こるか分かんないんですけど、うん、大いにめちゃくちゃ可能性ある、可能性ありそうですよね、フェラーリ有利です、うん、でベンジャミン・ヘンセイ選手、ポルシェ、ちゃんとポルシェの選手の方ですね、がポルシェで走る、速いと、うん、めちゃくちゃ可能性あると思いますね、ガロ選手ガロ選手は今回ラウンド1だったのでラウンド2には出ません、出ないけど速い、個人的に走られてでも速いねえ、でちょっと飛んで、ちょっとお名前わかんないので飛ばしてたら申し訳ないんですけど、うん、この方が本スーセンス、ね、ホンダの NSX 選手ですね、うん、ホンダの選手、ニックネームツーや選手の方やったんやった、ね、びっくりしましたけど、そういやよくタイムトライアル走られてるね、気がかけますよね、ホンダのマテオ・エステベス選手、この方可能性あるかもしれんって私今思う、実績ありますし、ね、そうですね、このマーク結構重要かもしれないです、うん、もうあめっちゃ経験者やみたいな感じで、私ラウンド1予想した時はこれ参考にしました、この一人だけフラガ選手がねめっちゃ経験あるやんつって入れましたですね、レクサスでフラガ選手、あのラウンド1では勝利しましたね、レクサスの陣営すごいすごいんですよ、だからレクサスの選手ね、コケ・ロペス選手、うん、いいと思うんですけど、しかしレクサス雨のこのタイムトライアルめちゃくちゃ不利みたいで、全然レクサス見ないんですよね、雨だとしたらですよ、雨降るんですよ、ね、どうやら降ると思うんですけど、途中から降るとかもあるかもしれない、終始雨ではないとは思うんですけど、全然見かけないんですね、私この辺ですけど、あ、すごい私入れませんラブリエさんに、はい、私は出てない、はい、あ、このボタンにそもそもいないって、ね、私は選んでいただけませんけどね、レクサス全然いないんですよ、 NSX とか結構ちらほらあるから車的にもいいんですよね、
私選ぶって書いたコメントで教えてください。あの、ラブネーー1億クレジットは絶対に発生しませんけど、私からの好感度が発生します。好感度。はい。疑ってね、今のコメントで話を追っちゃって、まあ、タイムトライアルの解説とかで見てたら1億くらい取れるようになりますか。そうです。あ、そうですね。運に頼らず取れるようになります。それはいい。注目の選手っていうところを見ましょうかね。ですね。こちらが今赤い方ですね。コケ・ロペス選手、レクサスですか、ね、この注目されてます、うん、でトヨタのホセ・セラーノ選手ですね。トヨタ、スープラもあんまり見かけなかったんですけど、レクサスよりはちょっとちらほらいましたね、うん、で、ドルモン選手、こっちにも注目されてますけど10位以内入ってましたよね。そばで、あ、そうです、そうです、BRZ で一番速い方です。そうですね、10位以内じゃない。あ、そっか、ちょっとここですね、15位の、ね、車的に不利なんかもしれんですね。ですね、うん、でも速い、15位、うん、速いです。この注目の選手の枠も加味するとホンダが強かったですね。そうなんです、この方注目の選手いましたね。だから私今回テオ・エステベス選手入れようかなと思います。このタイムトライアル抜きで考えたらコケ・ロペスさんに入れようと思ってたんですね。レクサスですね、やっぱ優勝経験めっちゃあるし、で、うん、前回もネーションズカップの方ではもうめちゃくちゃ活躍されてましたしね。スペイン人2、3位でしたよね。ですよね。だからめっちゃありやとは思うんですけど、うん、レクサスが車的にもしかしたら不利なのかもしれません。だからホンダにしようかなって思ってますね。ラブレーさんは、私はフェラーリの方ですね。いいと思います。若手の方だそうですけど、うん、めっちゃありやと思います。圧倒的な、ね、車の差とかありますからね。私自身がもうタイムアタックしてこの難しさ知っちゃってるんで、うん、この難しいところで出してくるっていうことはやっぱなんかあるはずですから、うん、本番でも全く何にも活躍されないってことはないと思いますね。こんだけここにいらっしゃるんなら、うん、ですね。今上がった名前の方とかは結構有力候補かもしれません、うん、って感じですね。ここで見るとデルシュ選手ですね。ライアンデルシュ選手でしたっけ、はい、シボレーの選手。これでシボレーでそのまんま記録出すされてたら確実に私はもうライアン選手に入れてたんですけどシボレーと458イタリアがどんだけ違うかって話ですねえ、シボレーも見ないんです。だからシボレー、そうなんです、ランキングにいないんですね。レクサス、トヨタ、シボレー見ないんです。車のね、相性とかもあるかも。やっぱ458イタリア、うんうん、でちゃんとタイムトライアルでも速いというね、この選手も、うん、めっちゃありやと思います。新人さん、うん、応援したい、入れようと思ってますね。いいねって感じで大体決まりましたね。実際入れています。入れてます。こういう感じでキャンペーン応募できますよという感じでね。こちら今私のアカウントですから、はい、私の予想に入れることになりますね。皆様どうされますかね。ねえ、このチャンネル見とったらいいです。まさか雨が降るとかさ、これは予想でしたね。オンラインタイムトライアルで本番に近いであろうところを走るなんて実際、うん、実は知らんかった、ご存知なかったんじゃないですか。これ見てたらね、私他のところに入れてたような方もいらっしゃるかもしれませんね。ちなみに途中経過というのがありまして、あ、それもいいですね。これも言っときますね、参考になるかもしれない。ネーションズカップはやっぱ宮園選手が一番多いみたいで、レッドブル X2019 でドラゴントレイルシーサイドを走る、うん、でやっぱスペイン人ビート、そのような感じです、うん、マニファクチュラーズはレクサスがやっぱ1位で多いみたいですね、うん。マツダも見なかったの。ああ、だよね。トヨタ、スバル、ポルシェ。これが途中経過、多分タイムトライアル出る前のやつだったと。ああ、だから。7月30日の話ですね。うん、変わってるかもしれません。去年はこんなに大会と連動してね、うん、何かイベントをやりますっていうのは、このバナーで見て視聴者プレゼントと予想もありましたけど、それに合わせてスポーツモードも盛り上がってくるってことはあんまなかったんですね、うん、だからね、これがピンとこない方もいるかもしれませんけどね、こうやってグランツーリスモは私たちめちゃくちゃがっつり取り組んでおりますので、もうかぶりかじりついて取り組んでおりますので、ね、グランツーリスモ
最新情報、詳しい情報はすぐ申し上げていきますので、はい、チャンネル登録して一緒にグランツーリスモを見ていきましょう。うん、じゃあラブリエさんのアカウントではキリアンドルモン選手入れますね、うん、ネーションズが X2019 で、うん、キリアンドルモン選手ですね、はい、あ予想変更もできるんですね。ここまだできますね、うんうん、この予想で応募するってやったらもう決定だと思いますけど大丈夫ですか。大丈夫ですよ、はい、これで応募完了です、うん、簡単です、うん、簡単なもんですね。やっときましょう、うん、とりあえずって感じですね、ですね。お金が欲しい方とか当たるかもしれないんで個人的な見解としてはこれでグランツーリスモがね誰が勝つかな誰が勝つかなって SNS いろんなとこで皆様が話題にされることで盛り上がっていくといいですね。私としてはこれは運ですから実力で稼ぎたい、ね、あそうモハメド選手ですね。フェラーリこちらが選手に、うん、あれメーカーごと対決でレッドブルのウェットコンディションあるいはウェットコンディションとなるであろうレースを戦う方で誰が勝つかって話ですね、うん、はい私はモハメド・バディーマ先生に入れます。いやそう変更して間違ったごめんなさいめっちゃ可能性ありやと思います応募します。はいよろしくお願いします。それでもう決定したわけですね、うん、私もあるかなんか画面に映しとくか証拠としてまだのアカウントですね一応入れるところを映しますね。さあどうでしょうかね当たるのか当たらないのか、まあ当たっても当たらなくても別に、うん、別に本当に痛くはいまあもうどの選手も頑張ってって感じなんですけどはい宮園選手に入れますね。とにかく誰が勝つかというか当日本当面白いレース見せてくださいよぐらいの気持ちですね私の気持ちとしてはかなどうか どうかな頑張ってください。これからももっとグランツーリスモが面白くなっていきますよ。どうですか皆さんそんな気持ちで見てますかどうでしょうこういうこんぐらいの1億くれ1億もっとくれ両方くれっていう気持ちで見ててもあれはですね疲れるばっかりかもしれませんこういう見方もおすすめです、うん、グランツーリスモ面白いといいな面白くなっていくといいななんてねホンダの方です、ね、はい、間違いないかなはい、入れましょう。もうね、名前を覚えさせていただきました。ツー先生。あれは覚えやすいですね。ね、うん、選手の方やったりなんて。ね、びっくりです。入れました。よし。入れましたね。入れましたよ。これ、あ決定わかりやすいですね。書かれるんですね。もう変えられないみたいです。あ、本当だ。ここまで行くと変えられないみたいなので、慎重に決めましょう。という感じで、当日楽しみましょう。では、これが大会、決勝開始までなんてまだやってないよって方はぜひやりましょう、うん、あと3日と出てますね大体そうですね、 そうですねこの動画の投稿があれですけどもこの収録時点であと3日、うん、もう結構近いですです、うん、では皆様いい予想をいい予想いい予想を参考になりましたら幸いですですね、はい、このようにグランツーリスモ最新情報かなり細かく熱くお届けしておりますのでね、グランツーリスモスムーズに進めていきたいよという方はぜひチャンネル登録して一緒に楽しんでいきましょう。一緒に楽しんでいこうとかどうでも熱苦しいですグランツーリスモ楽しみたい方はチャンネル登録されることをお勧めしますはい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまでお届けしてまいりましたのがエクストリームアーティストのラブリエとモラでした。動画のご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。 See you next time。